訓練を行ったのは岐阜県高山市の西小学校の3年生25人です。今日は川や池に服を着たまま誤って落ちた時の対処法として地元スイミングスクールの講師の指導を受けながら空のペットボトルやゴミ袋などを使って水に浮かぶ訓練を行いました。どうやったら他の人を助けれるか分かる。今日学んだことをその時活かして安全にできるよう頑張ります。